マネマゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日は、林浩二さんと林健二さん、出ていただきます。和歌山カレー事件、それ自体は非常に有名な事件ですので、知ってる人は知ってますし、調べていただければという感じですが、どうしてもこう事件の当事者に出ていただくということで今回お願いしたんですが、最初にちょっとこう伝えておきたいことがありまして、林健二さん、逮捕されて服役してますが、これはカレー事件とは関係ない、保険金詐欺でのことなんですよね。そのあたりちょっとなかなか切り分けて、見ることができてない人たちも多いかと思いますので、改めてちょっと強調はしておきたいと思います。その上でですね、ちょっと聞いておきたいのはカレー事件の方ですね。あれの当時奥さんとどういう話をされてたんですか？カレー事件が分かったのがね、だいたい最初は当時はね、一番最初は食中毒と発表されて、それから青酸カレーになって、それと第3番目にヒ素カレーになったんですよね。だからその時最初も食中毒やから全く僕は関係ないなと、もう安心しちゃったんですよ。まあ、青酸カレーもそうなんですね。ところがヒ素になってから急にやっぱり自分が使ってたし、補足していくとですね、ヒ素自体はシロアリ駆除のお仕事をされていたので使っていたっていうことですよね。そうです。保険金詐欺の時にもヒ素は使ってたんですか？保険金詐欺の時はヒ素を使ってましたね。ご自身でも飲まれてるんですか？自分で飲みました。その体調を崩して、実際に崩すことで保険金をもらうっていう感じだったんですか？そうですね、最初そうだったですね。トータルいくらぐらい儲けたんですか、その詐欺して？裁判上では一生ね8億7000万になってましたけども、僕の気持ちの中ではね、やっぱり全部で13億は越してましたね。なかなかな金額ですね。それはもちろん高度障害もありますし、もちろん給付金もありますね。全部固めてですけど。何に使ってたんですか、お金自体は？まあほとんどギャンブルですね。ギャンブル、まあ競輪とか、麻雀かなりお好きだったって。麻雀も好きだったね。事件が起きた時もギャンブルはされてたんです？いや、事件起きた時はもうギャンブルのような余裕なかったですね。それはそうだと思いますけれども、やっぱりその割とじゃあ病的にギャンブルは好きなぐらいな感じだったんです。そうですね、はい。その時じゃあ事件のことまた戻って、お話を聞きたいんですけれども、カレー事件の時ですね、奥さんとどういうお話をされてました？そのカレー事件の時はね、僕は大体テレビのドラマってのはあまり見ないんですよ。もうその当時からレンタルビデオ、あればっかり買ってきて映画を読んでたんです。その中でやっぱりその冤罪事件もよく見ました。まあ、松山事件とか夜会事件とか、その冤罪事件の映画を見るたびにね、やっぱりでっち上げいう言葉があるんですよね。だからもうご利用しに持っていかれたら、もう絶対に帰ってこれんから、お前本当にやったんかとか何回も聞いたんです。だったらマスミがね、そのたびになんでそんな私が1円も7元に手染めやなあかんのよって怒ってくるんですよね。実際奥さんは、林真澄さんはそのお金にならないことはあんまりやらないタイプの人なんですか？やりませんね、まず、時間がもったいないって。そういう意味では信用というか犯人ではないなっていうふうには思ってはいたんですか？いや、そう思いましてね。まして4人も亡くなってるっていうことになったら、もうもちろん裁判になっても求刑は死刑と分かってましたからね。4人も亡くなってるから、その死刑と分かってる犯罪に対してね、やってない言うてる自分の嫁さんに、いやお前がやったんやってことは僕は言えません。現に見てないんですもん。またあれですよね、ヒ素がどれぐらいやばい薬かっていうのも保険金詐欺の時である程度経験してるんですよね。自分で舐めて分かってます。その状況の中
奥さんが逮捕されました。その時健二さんはどういう状況にあったんですか？僕は逮捕された時に朝10月の4日ですよね、うん、朝確か時間はね6時ちょっと回った頃です。また暗かったですね朝。そしたら家がね急に明るくなったんです。マスコミの投稿機かなんかでいただいたんですね、うん、そしたらなんか表の玄関を女の声で早さん早さんって言うんですよ。そうしたら今聞いとったらやっぱ婦人警官ですよね、その人が来た後にすぐ和歌山県警か日署の防犯のデカが土足で入ってきまして、もう目の前で手錠はめられて腰長つけられてパソコン乗せられましたね。その時って、カレー事件の犯人としてなんですか、それとも保険金の、詐欺として。いや一応ね逮捕状持ってきましたね、その内容は保険金だったんですか？ええ、保険金だったです。カレー事件も僕は全然ついてませんでした。まだ警察へね、交流されてもね、しょっちゅう言うてたもんね、林、この事件はお前、いくら待っとってもカレーはお前にはかからんぞと。それ言うてました、警察がね。これはマスミが犯人で、お前は全然関係ないんやと。お前がいくら待っとってもこのカレー事件はお前にはかからん、容疑はかからん、保険金だけやと。じゃあ取り調べも保険金のことしか聞かれなかったんですか？カレーのことはやっぱ聞かれましたか？やっぱり刑事さんはね保険金やね、それから検事さんが入ってきまして、1週間経ってもうマスクをとにかく落とすのわしはもう自信ないと言うて入ってきました。確か検事さんと事務官と2人入ってきまして、もうマスクの冗談は良いけどもこと肝心なことは全然言わんと。で僕ははっきり分かってないんやけど、昨日マスクが流産して微熱がついて今調べが中止になってるんやと。なんとかお前わしのあれに捜査の協力やってくれへんかと。それからいろんな取引持ってきましたね。じゃあ本当に取引いろんな協力を求められたっていう感じなの？そうです。どんな取引求められましたか？まあ僕もあの頃麻雀好きでタバコ好きやったから、もうタバコ吸えんかった時指が震えましたね最初は。そこへ持ってやっぱり夜10時回ったらもう腹が空いて止まりません、そこへ持ってコーヒーやとかそういう寿司持ってくんですよね、調べ。そしてお前がマスミの飲まされたっていうふうに言うてくれたら、これ食べてもええし、そしてお前体が悪いんやから、なんか僕は知らんけど八王子に医療刑務所があるんで、そこへ放り込んじゃると。そこに今行ったら角川春樹さんが入ってるんで、その人に言うと本でも書いてもらえと言うて、その医療刑務所のパンフレット持ってきましたよ。いや検察としてはなんとか関連付けようとしていたということですね。そうです、何回も言ってましたが証拠はないんやと、この事件は。証拠はないっていうのは捜査機関がもう取り調べの最中に言うぐらいだったんですね。もう検事さんが言ってましたよ、もう全くこれ林、これも証拠ないんやと。なんであんた証拠もないのにこういう大きなことで逮捕するんですかって怒ったんですよ、そうしたら検事さんがね、こんだけ世間が騒いでマスコミが騒いで逮捕やって今さら間違えましたりすまんやろと。そこなんですよね。そこですよ、はい、もうそれでこれはもうマスコミほんまにこれやってないなと確認しましたね。今ちょっといろいろ話出ましたけれども、まあ、取り調べとかそのあたりはね、まあ、結果保険金詐欺で、まあ、有罪になっていくんですけれども、もう一個その当時のことで聞いておきたいのは、マスコミの手のひら返しっていうのを直接検査食らったわけじゃないですか。最初はすごい好意的に来てた人たちがもうどっとこう囲むようにして来たじゃないですか。あの時っていうのはどういう感じだったんですか？やっぱりね、僕はそれまでやっぱりね、まあ言い方悪いけど、ガラのええ人とあまり付き合いなかったんですよ。やっぱりガラの悪い人ばっかりで、ほんで初めてマスコミ来た時にね、やっぱりみんな大学出てるかしてね、知的なんですよ。話もね、賢いし、ああやっぱりこれが世間一般の賢いエリート構成やなと思いました。じゃあそういう人たち話すのが楽しかったって感じなんですか？
勉強になりましたね。じゃあその人たちと話してて、でそこで過去の保険金詐欺のことをポロッと喋っちゃったっていう、確かね、あの当時名前出してんか悪いか、朝日新聞のちょっと峰村さんっていう人が来て、どっから見たってお坊ちゃんです。もうこの人は絶対のお坊ちゃんやと、もう僕は頭の質問やってしまうんです、うん、リュック作成で入ってくるんですよ。でまあ当時家を買ったんで部屋が何回もあったんです、うん、そしてその峰村さんが来た時に、うん、向こうの部屋へ今へ入るんですよね、うん、ほんでお桜がパーッとこう来るでしょ。そしたらその向こうのところで襖をかけて聞いてんですよ、うん、この状況を。ほんでみんなお桜帰った後に出てきてね、ほんでこれでよく他社の手の内が分かったと、うん、林さん朝日新聞だけを信用やっとけと、朝日新聞は一番その経費出す会社やから、うん、他の会社を信用したらあかんと、うん、言うてもそれはうまいこと言うてきましたよ、はあ、で子供連れて4人コンビニ行って何でもするやんこうたらええわと、うん、そらそうとお父さんとお母さんとどんな話やってるんだと、うん、それを聞いてるんですよ。だけどあまり真面目やしね、僕とかでそうめん食べたり寿司食べたりしたんです、うん、そしたらその峰村さんが言うのはね、ここで林さんご飯食べてるのはね、ここは犯人じゃないと思ってるから食べてるんですよと、うん、僕がここへ来なくなった時は要注意ですよって言って帰ったんです、うん、それから保険金詐欺のスープがバーンと上がったんですよね、うん、そしたらマスコミの目がこっちも来ました。ちょっとこうでも騙し討ち感があるじゃないですか、それはちょっとイラッときたというか腹立ったなってのはありますか。いやもう腹立つどこじゃ、もう言葉はなかったね。言葉がなかった、あんなことは初めてやしね。と同時にケンジさんが話好きなところがあって、こう話してしまっちゃったわけじゃないですか、過去のこととかを、保険金詐欺の部分ですね。それでなんか自分がその時話してなければみたいな後悔とかもありましたか。ありましたね。僕はもう頭からその人を信用してしまったんです。まあこの人によったらもう心開いて言えるなと思ったんで全部喋ったんですよね。もうそもそも保険金詐欺をしてなければっていう後悔とかもありましたか、今になってみると。いやー、やっぱ今になってみてって言ったらね、もう黙ってきましたけどね、言うたらもうその言い訳になるし、うん、自分の無事になると思ったんで、うん、もう内心ではそれはちょっとそういうものはあった、今はそういうこともやっぱあるんですかね、今の気持ちとしては。ありますね、やっぱり取り返しのつかんのはやっぱ子供ですね、うん、先ほどね、浩二さんのお話をいろいろ横で聞いてたかと思うんですけれども、やっぱ親御さんとしては辛いものありましたですか。ただね、ちょっと聞いたのが一番その言葉が残ってるのはね、うん、その施設に入って毎週、今さっき言ったけど毎週1回はカレーの食事が出るんですけどね、その時にうちの子供が園長先生のとこへそれを運んだんですって。そしたらそれを見た園長がね、このカレーの中にお前どこ入ってないかっていうことを子供に言うたと。もうそれ聞いた時はもうほんとカチンときました。それで僕はねすぐ出ましたんですよ、そらせ。ほんで謝りに来ました。それは出所した後の、出所した後です。そんなこと大人がね、子供に向かってね、そんなこと言うような、もうそれらもう土下座してましたよ、謝って偉いこと言うてしまったと。うん、園長先生は謝ったけど、謝ってない他のいろんな人たちもいるじゃないですか。謝るっていうか、その人は謝罪をして当時の自分をのことを謝ったけれども、その浩二さんやその他のお子さんたち の人生に関わってきた人たちで、ものすごく攻撃的だった大人たちがいっぱいいたじゃないですか。そういう人たちで今になってこう謝罪だったりとか、そういうことをしてくる人っていうのはいますか。いや、やっぱり今僕週に3回デイサービスに行ってますけどね、うん、やっぱり病院関係のデイサービスなんですよ、うん、
やっぱり頭の賢い人はね、しょっちゅうこの YouTube 見たりネット見たりしてるんですって、うん、と、まかやすさん、この事件だけは下せんって、うん、どっから考えたって納得せんと、うん、言うてくれる人がいてるんですよね、今でも。やっぱりあの検事さんの中でもあのこの事件っていうのはトータルしてやっぱりまだ消せないというか、あの奥さんの無罪を信じている。そんな消せないですよ、うん、刑事さん2人と検事さんと事務官と、うん、刑務所入っても同じ受刑者がこんなもんで死刑判決は下ることないわってほとんど言ってましたからね。そして受刑者っていうのはね、割り方はこの警察司法に詳しいんですよ、うん、林真澄さんがあの逮捕された和歌山カレー事件、あのそのことを、まあ、あの受刑者の人たちといろいろ話す機会があったってことですよね、実際あの集落の中ではあの浮いてる存在だったっていう気がしますか。そうです、2人が仕事もせんとね、会社へ乗って、うん、で周りから大きな牛買うて、ほんで庭もちゃんと作ってね、もともとの家はね、ヤクザ屋さんの家だったんですよ、うん、山中でね、その上で殺人ちょっと犯して広島刑務所入って、出てきてそこへまあ住んだらしいんですね、話に聞いたら。ところが広島刑務所が入ってる10年間の間に毎日のようにその担当刑務官に暴力を受けてる受刑者がおったんですって。その人を助けたんですって、そのさんがね、助けたんですけども、その人が広島のある大きなヤクザの組織でなんか上の方やったんですって、うん、ほんでそれをまあ出所やって帰って組長に言うたら、そしたら絶対にその人のところへお礼に行かなあかんことで、広島ナンバー2の会社が来たんですって、うん、4、5人乗って、それ近所の人がみんな見たんですってね。そしたらもうどっから見たって裏社会ですって、ほんだからあの家はヤクザ屋さんやなっていうことをみんな近所のイメージになって、その後僕ら買うたんで、その家を僕らまでが合わないように思ったんですね。いや、イメージが、その家に対するイメージが近所の人は強く残ってるってことですね。残ってるんですよ。でその後僕ら家買うてとか入って、また麻雀して、うん、そういう裏社会みたいな人がいっぱい入ってきてやったら、やっぱり近所の人としてやっぱり怖いんですって、うん、あのご近所付き合い自体はどうだったんですか、その園部での。あのね、これも変な話だけど、僕はあそこの家買ってね2年ほどかなどけど、めったにあの家住んでなかったんです。なんでかって、あの保険金詐欺で病院に入退院繰り返しとったんで、うん、あんまり家は買えてないんです。うん、実際そういうヤクザの方とかが遊びに来ることはあったんですか。ありましたね、やっぱり麻雀の大きいんですよ、はあ、あのそのみんな財布の中見せるんじゃないんです、うん、今日もその全部の金を取り合いしようかっていうことで、うん、最初来た時にもうこのテーブルにバンと金を置くんですね。で全部でその金が集まったらもう3,000万、うん、その3000万の取り合いなんですよ。あ、でも結構なレートでやってたんですね。大きいですね。もうツケは一切なかったからね。もうじゃあそういう形で、まあ、近所の中でかなり浮いた存在だったと。そうですね。ほんでやっぱり朝までやりますしね、全住宅がうるさいでしょ。まあ本当に静かな場所ですからね。そうです。あとちょっと聞いておきたかったのは、そこまでこう築き上げた、まあ、体感14億かな、13、4億ぐらいあったという財産っていうのは今はどうなったんでしょうか。まあそうですね、やっぱり競輪屋とかその車交代ね、もう贅沢談判してましたね。あの今って残ってるんですか、そのお金っていうのは。さあそれがはっきり分かってないんです。お金はもう全部松見に任せましたからね。保険金詐欺が明るみになって、その賠償金とかで結構払ったりとかそういうことでなくなったんですか、それとも。それはなかったですね。たださっきも長男言いましたけど、うん、僕とこの家は放火されましたけどね、うん、年は残ったんです、うん、
それ裁判の競売にかかって、うん、で今は園部の地区の公園になってます、うん、じゃあもう財産と呼べるものはほとんどもう残ってないということですね。残ってない。確か検察官が言ってたのをちょっとうっすら覚えてるんですけども、1億円の金がどこ探してもないんやと、うん、それは僕もさっぱり分かってません。ただ僕はそのギャンブルに金しかあらへんで、現金を全部証券に変えてまうんですよ。じゃあまだ本当にあのきちんと林家の財産っていうのはなかなか把握しきれてない。ええ、それはもうお金の書くことはね、マスコミが詳しいからね、うん、もう銀行関係は全部任せましたね。ただ昔のことやと覚えてないですかね、銀行の金利よりは保険会社の金利の方が良かったというありましたよね、はい、じゃあ証券に変えて現金では持ってなかったかね。証券に変えたらね、やっぱり現金欲しかったらそういう解約しに行かなかったんですよね。で今あの健二さん自身は生活保護で暮らしていらっしゃるということですよね、でサービスを受けながら、あの、もう体もね非常に悪いので、あのこういう暮らしで生活されてるわけじゃないですか。あの、まあ、今ね、だけど長男がね、毎朝8時にね、電話してくれるんですよ。そして、まあ、次に1点ぐらいは、あの、来てくれて、車椅子を押して、そこのスーパーあるんですから、そこへ連れて行ってくれるんですね。どうですか、今の生活自体は幸せな感じはありますか？やっぱり原点に返しましたね。刑務所を出た後なんですか、その病気に倒れられたのは。そうです、だいたい刑務所を出る前ちょっとおかしかったんです、半年前、うん、ちょうど市や刑務所に弁護士さんが4人面会に来ました。ほ、うん、で僕嫌やなと思ったんですよ、もう出所半年前やから、うん、ほな何の話ですかって聞いたらね、健二さん、あんたヒ素は自分で飲んだって言うてるじゃないかって怒ってきたんですよね、うん、弁護士さんが、あれ自分で飲むんですよって、それはあんた言うじゃんと、真澄さん死刑になってまうよ、うん、いや先生、それ自分で飲んだっていうことも最初から言うてますけど、って言ったら、じゃあ大阪高裁で証人出廷してもう一遍それちゃんと言いなさいと、もうそれが嫌でしなかったんです。え、なんでですか？もう出所半年、6ヶ月前でしょ、うん、それがまた大きな新聞になったりね、また高裁へまた行って証人で出たら、うん、またマスコミがわざけへんかなって、うん、あ、でもマスコミに対してとかそういう世間の目がもう嫌だった、もう出所半年やしね、うん、もうちょっと静かにもう生活やらせてくれへんかっていう、うん、あれがすごかったんですね。実際出所の時はマスコミすごかったんですか？すごかったです。門の前をね、脚立持ってきてね、朝の5時に出たんですよ、うん、あの滋賀刑務所の地下にね、秘密の通路があるんですよ、うん、そこはもうあのちょっと大きな犯罪を犯した人とか、うん、刑務官が出会いでやってるんです。そこから出たんですけどね、まあタクシー乗った瞬間にすっごいものが開きまして、うん、まあ待っていたマスコミがもう中になぜる込んできましたよ。結局その証言っていうのはされたんですか、高裁での。ええ、自分で飲んだと、はい、まあ、はっきり言いました、うん、そしたらその時は宮崎さんっていう検察官が代行で来てまして、なんで自分で飲んだんですかって怒ってきまして、うん、ヒ素はどういうふうな形で購入したんですかと、うん、また一からですよ、うん、じゃあ出所してからも裁判との付き合いっていうのはすごい長い感じだ。いや、出所やったらね、もう支援者がよく出てましたよね、うん、じゃあ出所してからの暮らしっていうのはあのどういう形だったんですか？今はこういう形で一人で暮らされてますけれども、出所してすぐっていうのはどういう感じだった？出所やってすぐね、あの和歌山の弁護士さんとかいたんですよ、うん、ほんでちょっとお金持っとったんで、ほんで今林さん、あんたいくら持ってるんだって言ったら30万も持っとったんです、うん、それ全部弁護士の人に出してやったら、もうちゃんとあのアバート買ってくれました、くれてました。家族で暮らそうとかそういうふうには思ってましたか？いや、それは思ってませんでしたね、うん、どうしてですか？
ただいまね、滋賀刑務所を出て和歌山離れたら、うん、なんかいかにもやって逃げたんじゃないかと思われるに嫌やからね、うん、わーっとこっち帰ってきたんですよ。じゃあそこに自分ご自身の家族を呼んで暮らそうっていう感じには思ってはなかった？なかったんですけどね、アバターに毎週ね、子供4人ね、来ましたよ。小路さんも行かれてたんですか？来ました。小路さん、お父さん出てきた時、はい、どういう気持ちですか？いや、最初は会わない方がいいんじゃないかっていうふうな4人兄弟で話し合って、うん、会ってなかったんですけど、結構電話がかかってきて、で、一回話し始めるとすぐに打ち解けて、では会ってみようかっていうことでまた鍋囲んだりし始めましたね。お父さん的に、お父さんとしてお子さんたちに何かしてあげたいなとか、実際したこととか何かありますか？いや、もう何かしてやりたいって思うともね、僕も言葉だけであったら嫌やからね、やっぱり行動でしませんと、とっても何もできたくも力が残ってないのはね。今、ケンジさんって年齢はおいくつですか？77になったわけですね。この先、正直その年齢的なこともあって、裁判の推移を見守るの大変だと思いますけれども、それでもやっぱりこう全部見届けるというか、その覚悟はやっぱりある感じですかね？いやね、やっぱりこの子供からよく聞かれる質問やけどね、万が一にもマスミが容疑晴れて出てきたら、ケンジまた一緒に暮らすんかと。そうですね、娘がね、言う方はよう言うてくるんですよ。ちょっと、若いのじゃ無理ですね、僕の考えじゃ。もし暮らすとしたら和歌山を去るということですか？もう一緒になるということはもうちょっと難しいと思います。それはどうしてですか？やっぱりどこ行くんでも知らん人行けませんからね。気持ちとして一緒に暮らしたいっていうのは残ってるんですか？今のところはね、やっぱりもう大体ヘルパーさんがもう1週間ねずっと来てるし、そしてまあデイサービスも1週間3回行ってる、そしてまあ支援者の人も支援やってくれてるし、ほんで子供も朝8時に電話かかってきてね、まあ今のところはそんな不自由ないんですよ、生活は。だからやっぱり24年も離れちゃったらね、やっぱり今日がだんだん恐れてきます。ケンジさんは面会とかに行かれたりはしたことありますか？ただ子供行くときに一緒に引っ張っていってもらったよね。どういう話をされるんですか？再審請求のこととかね、まあちょっと僕らはわけわからんことやね。はっきり言うてね、河合先生の科学鑑定の話を聞いてもね、ちんぷんかんぷんですよ。基礎鑑定のですね。分かってません。ただその今自分のはっきり言って手を離れたところで事件が動いているじゃないですか。それはどういうふうな立場というか、この先どういう形で検事さんが関わっていこうと思っているんですか、この一連の事件というか。本当ならば当事者中の当事者の一人だと思うんですけれども、まあ将軍よ、本音言いますとね、この事件結局最後はどうなるのかなっていう不安があります。ましてね、デイサービスなんかテレビ見てニュース速報のテロップが出ましたらね、ドキッとしますよ。ひょっとしてますのが死刑執行されたんちゃうかなっていうような気になってね。まあ今この長男と聞き合うのはね、やっぱり年が一緒なんですよ、はい、ね、同じようにパッシングを受けてます。まあこっちもひどいやろうけど、ほんだけど思うところは一緒なんです、ね、やっぱり自分とこの、まあ、家族を何とかさせてるわけで、その気持ちは一緒ですからね。まあたまに口論もありますけどね、やっぱりすぐ元に戻るんです。この先裁判の結果がまだ再審がねどうなるか分かりませんけど、それに関係なく、ケンジさんもずっとやっぱりこう最後まで和歌山にいようと思ってますか？まあ最近思い出したのはね、77歳やからね、まあ再審って言うても3年か4年に一遍でしょう、
それまで体力も使えないと思う時もあるんです。そうですよね、あとはあの気持ちの上で今あの正直なところ、奥さんはあの林真澄さんは犯人だと思ってますか、それとも思ってないですか。いやね、検察官や刑事さんの話聞いたらね、やっぱりやってないんじゃないかと。自分がヒ素を扱っとったから分かってんですよ。それと自分の母親を殺害して保険金を取った、これはもうデタラメのデタラメ一番してるんですよ僕は、あれはね。そういうね、事件も確かに事件というかね、はい、ありましたが、でもそれに含め、その事件も含めて林真澄さんは犯人ではないというふうにやっぱり検事さんは思っているということですね。もうそれはあの賢い検事さんがね、僕の前でこの事件は全く証拠ないよ、そういうことを平気で言うと。そして夜も寝かせてくれませんよね。ほんで横でその事務官がこれノートパソコン持ってるんですよ。ほんで僕はその松井に対しての利益になることを言おうとしたらね、検事さんが命題するんですよ。そしたら検事さんの事務官の指が止まるんです。ほんで松井に対して不利なことを言うんやったら朝まででも付き合いしてやると。まあいろんなこと持ってきましたよ本当に。そういう取り調べとかを経た上でやっぱり今も林真澄死刑囚になっている奥さんが思うことを信じてはいるということですね。そうですね、はい、検事さんの当時 の記憶とさまざまな証言、それから証拠、いまだにちぐはぐなところのある事件です。で再審請求も今してます。どういった形でね、着地を見せるか正直分かりません。そこにはさまざまな、大人の論理というかそういうのがあるのはもはや明白ではありますが、はっきりと分かってないこともまた事実です。なので我々としては特にこういうふうなことだという結論付けることは正直できませんが、当事者の声というものをできればこのまま届けたいなと思って今回取材させてもらいました。お体がね悪いところ、お話ししてくださいまして本当にありがとうございます。小路さんもお忙しいところ、はい、ありがとうございました、はい。この先和歌山カレー事件に関する報道状況的にまだまだ出ると思います。その当事者の姿というものをニュースを通してちょっとこう思い出していただけたらと思います。ということで今回どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。現在丸山ゴンザレスとハードコアチョコレートのコラボ T シャツが発売しております。詳しくは概要欄から見てください。バックプリントもかっこいいんでぜひそっちもチェックしてみてください。